河北町立花市にありますラプルーズにお邪魔しています。外は畑が広がっていて、その向こう北陸新幹線の高架が着々と出来上がっています。あそこが2年後には E7系 輝きの車両が颯爽と走り抜けていくんですね。楽しみですね。この下りを使うかどうかわからないんですけど